10秒前ですね。はい、皆さんこんにちは。ハイサイ教会デービルの時間です。教会デービルとは教会ですよっていう、意味があります。はい、今日の午後も、よろしくお願いします。今日までね、荒垣博正議員さんが来れないので、はい、私ハンサムイが代わりに、はい、担当します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。、はい、そしてすみません、今声だけかな。すみません、中野智子です。よろしくお願いします。はい、智子さん、よろしくお願いします。はい、石坂を担当していただきます。はい、FM ギノワンの石坂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は夏休み、はい、夏休みになりましたね。夏休みお休みいただきました。夏休みはないです。フル夏休み行きたいね。だから、宮古とかね。本当ですね。八重山とか。もう今日、先週の週末から9月ですね。あ、入りましたね。そうなんですよ。あっという間の8月終わりましたね。はい、あっという間の暑いと言いながらね、終わりました。はい、9月はね、はい、いろんな行事があるみたいね。そうですね。うん、私の誕生日。あ、そうなんですね。なんと、あ、はい、9月生まれ多いですね。何日の教会も。あ、そうなの。何日だと思う？9月？もしかして99とかですか？違う。16日。あ、16日。おー、私の母が17ですね。はい、おー、16日って何かあったんじゃない？9月16日。あ、ありますね。はい、何だった？安室奈美恵さん。あ、違います。引退。引退。ちょうど私のお祝いかなと思ってね。お祝い。皆さんに祝ってもらわないといけないですね。またね。はい。実はね、16日っていうのは敬老の日なんだよ。あ、そうなんです。全然敬老じゃないですか。敬老じゃないよ、俺は。敬老で軽い老と書いてね、敬老。あ、軽い。あ、これいいかも。いいね。いいですね、軽い。軽い老。楽しいですね。初老じゃなくて。はい、軽老、軽い。はい、今日もね、まあ変なダジャレ言いながら進めますけど、よろしくお願いします。いろいろ聞けます ね、楽しみ。今日もじゃあ御言葉からいきますか。はい、はい、はい、じゃあ、前回と同じ同様にね、はい、あの御言葉をお願いします。はい、じゃあ早速読みます。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形も作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を守って、これを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。はい、ありがとうございました。はい、で先週に続いてですね、この箇所から、お話をしたいと思います、ね、
これは同じ箇所、同じ実会の箇所が出エジプト記というところにも出てきますね。うん、ありますね。20章。20章にも出てくる、はい。なんでこっちにも出てくるかなっていうことですけどね。当時はモーセがね、はい、モーセと一緒にまあほらこっちからケラマまでのあたりかな。海を切って脱出するエジプトから400年ぐらい奴隷だった人たちをね、はい、助けたわけよ。うん、あの映画見たことある？はないですね、はい、聞いたことはあるんですけど。いや私 DVD あるから見せよね、はい、とにかく4時間だよ。4時間途中休憩挟みながら、ね、途中休憩挟みながらね、この間リサイクルショップで見つけてですね、うん、本当にこれ前置きまでやるんですよ。っていうのはね、ここから立法というのができたわけ、はい、で今のね法律にも生かされているのがたくさんあるわけですよ。あ、うん、これでこれは後でお話ししますけど、うん、まあ、当時の時代このモーセと一緒に、まあ、海を渡って助けられた人たちにね、モーセがこのあなたたちはこの立法を守りなさいよということでね彼らに伝えたわけです。しかしながら40年かかっても彼らは悟ることができなくてね、遠回りして、はい、もう約束の場所に行けなかったわけね。あ、うん、そして子どもたちに ここではまた子供その、この奇跡を知らない子どもたちに偉大な神なんだよということを伝えるためにね、はい、また同じことを伝えてるわけ。うーん、なぜかといったらね、はい、人間はすぐいいことをしてもらってもね、はい、忘れちゃうんだね。うん、喉元すぎればなんとかってありますよね。何だったっけ、はい、だからあります、ね、喉元すぎれば暑さを忘れる、うん、ね、こんなに暑いの暑い天気でも冬になるとまたなんでこんなに寒いかねとか言い出すしね、はい、確かにすぐ忘れちゃいますね。そうなんだ。だから彼らがもうあなたたちのお父さんたちは奇跡を体験したんだよ、ね、あなたたちもこれから忘れてはいけないよ、あなたたちは約束の地に行く、だからこれを守りなさいねって言ってるんですね。先ほども言いましたけど、はい、一番分かりやすいのはね当時の立法で、出エジプト記っていうところにね当時は車はないわけね、もちろんね、はい、4000年も、うん、ないですね、牛とか馬が畑耕すための道具とかになってるわけ。ところがたまに暴れ牛とか馬がいてね、はい、人の牛が隣に人をつっついたり、うん、怪我させたりすると持ち主が責任取りなさいというふうに、うん、時のねにあるんですよ、うん、だからということは持ち主の責任、今だったらですねペットが散歩しながら人に噛みついた場合、はい、中野さんペット飼ってるでしょ、猫です。あ、猫がねキャット驚くっていうかね、キャットあ、ね、いいですね、ね、うん、これが噛みつく、あ、そういえば前に噛まれたんだよこれ、あ、昨日、うん、あ、じゃれたんですねいや片付けしてたらね、うん、なんか一瞬でしたね、やられたんだけど、でそしたら僕やられたら、じゃあ中野さんの猫だったら中野さんに賠償請求っていうのができるんですね。なるほど、これは、ね、ごめんなさいと、そう、あとこれ法律上の賠償責任っていうのはまた使用者責任とかね、いろんな責任が出てきます。で当時からこのモーセの立法の中にあるんですよ、うん、牛がつついたら、はい、持ち主は元の2倍にしなさいとか、うん、なるほど、あるいは元に戻しなさい、うん、牛を殺した場合はじゃあこの死んだ牛をもらっていいけど、うん、新しい牛を持ってきなさいと、責任の所在をちゃんとしてるんですね。これ民法のね、うん、基礎になっている。うん、だからもっと法律がなかったらほら無法地帯でしょ、はい、確かに大変なことね、やりたい放題になっちゃう。力がある人が勝つわけよ、うん、あるいは軍勢が多いところが勝つわけよ、はい、弱肉強食の時代ね、うん、でもこの聖書にあるのは、
今も私たちの生活の中に生かされているということですね、うん、そうですね、うんうん、はい、今日は曲は何を準備していただいたんでしょうか。曲はですねグロリアさんで、はい、はい、引き続きお願いします、はい、グロリアって沖縄の、はい、そうです、そうです、そうです、すごいよ、以前出ていただいたんですよ、ゲストで、はい、ちょっと聞いてみましょうか、ね、はい、お願いします、お願いします、はい、最近連絡取れないよコメント来てますか、あですよね、うん、キャスはあれですか、はい、あの始まって、はい、始まって前のものですか、じゃあ今始まって、来てるものではないですか、あ、これはさっきのやつ、あ、なるほど、じゃあまた、うん、大塚さんまた分かるところにもあとね、夫婦で心の体であるというと、なんでかというと、やっぱりそこに神様がいて、三つ折りの糸は神様が切れないというのがあるんですね。あるいは伝道の人だったな。三章で。心の体で。で、あとは、伝道の人ですね。三つ折りの糸は神様。だから、神様。すごいね、うん、台風が21号また、うん、宮城大東で、大変ですね、大きいみたいですよね、今回今回すごいみたい、目がはっきりして
られましたね。ちょっと聞くのね。難しいですね、こっちで見るのと、はい、またツイキャスで見るのまた違うんですよ、ね、そうなんですよね、カメラが。20秒前ですね、はい、はい、愛妻協会デビルの西目です。あ、西目ですって出てしまった。ハンサムイさんです。ハンサムイです。緊張してるね。あ、前回あの偶像礼拝について話しましたね。偶像礼拝っていうのがなぜ良くないか、先ほど読んでいただきましたね。他に神々があってはならない、先ほどもある過程でねお話ししてきたんです。おまだ神様信じてないね。私たちの信じる神様はこのすごいあの水平線、あの青い空ね、この自然を見るたびに神様は壮大ですごいなと思うね。そうですよね。その超自然的な神様でね、私たちを作られたお方で、ちょうど私たちのお父さんの存在で身近にいるんですよというお話をしてね、でもしあなたが信じている方が これぐらいの意思だったらどうするとかね、いろんな話をしてきました。何回か御言葉を伝えたんですけど、この年に1回行ってね、はい、よろしくお願いします、それじゃああんまり寂しくない、会わずに愛して、1年に1回しか会えない、そう1年に1回しか会えないよ、だから、うんうん、なんか昔歌にあったね、会わないで愛してとか会わずに愛してとか、変な昔は大昔あったんですよ、そんな無理な話はないでしょ、うん、それと一緒ですよ。だからね、1年間よろしくお願いします、で終わりみたいな、100円入れて100円入れて1000円入れて来年の正月まで会えないわけさ、はい、これが、うん、だからね、これが誠の神様だったら非常に冷たいよな、はい、寂しいですよね。寂しい。うん、でもっと伝えたのは、いつもそばにおられる神様、ね、イエス・キリストを信じたら私たちは、ね、内側が変わって外側もべっぴんさんになる、きれいになるんですよということをこの間お話ししました。うん、古い自分が過ぎ去ってね、新しくなるということもお話ししましたね。はい、なぜかというと、以前は闇の中にいて神を無視して罪を犯していました。でも私たちの罪を許してくださって、イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった、そのことを知った時にね、あ、本当に神様ありがとうございます。でも死んだだけじゃないね、3日目によみがえられて今も生きておられる神様ね、その方を信じてくださいというお話をしました。以前もお話しましたね、あの神様は生きておられる方で、私たちといつも交わりをしたいと考えている。でも私たちはもうあの背を向けて走ったりとかね、
自分勝手な道を歩む、うん、でも一方的に愛してくださる神様なんだよね、うん、本当に。で毎回話するんですけど、はい、みんな関係あるのよ、はい、前も話したっけ西暦の話、西暦あ前回は咲子さんがやったので咲子さんに話してましたね。イエス様が誕生されてから2018年、はい、あなたが誕生されてから何年、はい、26年ですね。26年、はい、西暦で 何年西暦で数えると私は1992年、はい、最近だね。そう最近最近ですか。最近だね。だからこれも誰、はい、1992年は誰から換算したかというと、はい、イエス・キリストの誕生から数える、から数えて1992、はい、関係ない人いないわけ、うんうん、みんながみんなあれですね。そう、うん、だから私知らないって言っても、はい、いや私はあなたは私のものですって神様言ってるわけ、うんうんね、で私たちがなぜ偶像を拝むと良くないか、はい、キリスト教だから偶像が嫌だったか、そういう問題じゃないね。偶像の背後に私たちに呪いを下す、災いを下すのがこの偶像の働きなんですね。うん、俺は神様だというふうな顔をして、はい、実は偽物で、オレオレ詐欺みたいなもので、うん、本当に悪霊っていうのを騙すんですよ。うん、私は悪魔ですっていう方はいないさ、はい、いかにもあなたのために何でもやりますって言いながら最後の最後に騙すね、いい人ぶってというか詐欺師みたいなもので、はい、だから誠の神を持つということは本当に、幸せな人生を送ることができる、うん、また死んで終わりではなくて永遠の命が与えられるということの感謝があるわけですね、うん。教会はその地域に本当に大きな役目を果たします、ですからあの近くの教会でね、はい、食わず嫌いにならないで、うん、ぜひあの礼拝、神を礼拝することに参加してほしいんですね、うん。前回も、ここに来たのがいつだったかな、はい、前回話したんですけど、あの子供たちがこの占いとか、はい、この、ゲーム、うん、SNS によってあの思考、まあよく何とか障害とか発達障害とか言われる現象とか、はい、いろんなことがあの病名つけるんですけど、うん、はい、それによってですね本当にもう集中できない勉強に、そういうこともどんどん増えてきてる、うん、はい、これはあのショックなのは実際学校の先生たちが認めてるわけです、うん、で役所の方もそう言ってた、うん、小学校6年生まで7割6割がこのような状況にあると。そんなにもうひどいんです、だからその果てには中学になると暴力事件が定期的に起こる、うん、本当にあのそれを通してもあの悪霊が働くね、うん、そういっただから占いも簡単にね、はい、占いにいいなと思って心を開いてはいけないということですね、うんうん、だからそれをびっくりしたんですよ。普通役所の人が言わないよね。言わないですよね、うん、だからそこをもう今あのものすごく改善しようということで何時からは使うなとかねいろいろ やっておいるみたいです。制限を設けて結構あのみんなが持ってるからね、うん、皆さん使いやすいから使っちゃったりしてますよね。で僕もあの15年ぐらい前だな、子供たちがまだ小学生の時にあの当時ゲームボーイ、はい、うん、
ゲームボーイ面白そうだけど、スーパーファミコンとかですね、そうマリオとかね、はい、当たっちゃったねあれあれで当たったんだけど僕は人に譲ったわけ。そしたらまたあの おじいちゃんがプレゼントに買ってきたわけ。買うなよって言ってたのにすぐ返品させたから子供たちはもう寂しそうな顔してたけど、でもあの時はね心を鬼にしてね、うん、絶対ダメだよっていうこと、あの時にちょっとあの決断をして、それからもうあの小学校の時はこのゲームをさせなかったんですよ。なんとかそれで守られたかなと思うんだけどね。でもいかんせんね、それはもう本当にあの いろんな情報がもうはびこる時代、だから守らないといけないんですね。前回もね御言葉で話しました、あのどのようにして若者は自分の心を、守ったらいいんですか、あなたの言葉によってです。あなたの言葉っていうのは聖書の言葉ですね、聖書の言葉によって私たちは守られるんですっていう御言葉があるんですね、はい、だから本当にもう私たちは外に出たら敵だらけ、はい、で周りは敵だらけ、そうそうそう、それが証拠にですね、はいはい、もう悪魔の仕事は家庭を壊すこと、はい、ね、で人を殺す、はい、ね、追い込む、うん、で本当に それが今目に見えてね、あの働いてる時代なんですね、うん、であの前回ね夫婦は一心同体であるって話をしました、うん、ね、私たちが、夫婦の、うん、はい、夫婦が大事だよ、そして一つなんですよっていうお話をしました、はい、心も体も一つですよ、はい、でもう一つ、もう一人の方が家庭夫婦に入ると、はい、もう本当にそれはもう揺るがない家庭に夫婦の関係になる、うん、イエス様が保証人になる、愛の保証人になるっていうことなんですね、うん、人間の力ではやっぱり毎日私たちは感情の生き物です、はい、ね、今日はよかったこの間も怒られてねあ、そうなんですか勝手に買い物してね、勝手に買い物してすみません許可を取らずに、ちなみに何を買ったですかちょっとね、聞いたらダメかなちょっとね、あの、自分が楽しむためにねとか言ってまあそれで1日間、はい、1日間口を聞いてもらえなかったんですけど、そんなに必要かもしれない仲直りはできたんですか、なんとか許して、でも2回目はないよでそんな感じでね、はい、やっぱりこの以前だったらなんでこれぐらい私が働いてるからいいさ、あ、強気で、はい、出れるんだけど反論してたんですね、うん、神様が見てるからね、はい、確かに申し訳ないと、お素直にでもそこにやっぱりあの相手を自分のように愛しなさいっていうのが聖書にあるんですね、うん、だからこの御言葉を実行していくというのが、まあ、大変な作業ではあるんですけどね、だから教会での結婚で聖書に書かれている結婚について、本当に結婚と尊いものであると、創世記の初めからね書かれていますね。御言葉にはありますね、ちょっとあの読んでいただけますか。はい、伝道の書、はい、4章12節。一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。はい、アーメン。アーメン。二人は、はい、一人よりは二人ね。うん、
でも3つになったらもっと強いよって言ってるんですね。2つよりもさらに強い。そう、そのもう一つっていうのは神様なんです、はい、だからお家の中にもう一つっていうのは変なのを置かないでよ。あ、だからさっきからさっき読んだね、うん、私の他に神があってはならない、うん、神様と一心同体になるときにその過程が本当に祝福されるという約束であります、うん、で本当に私たちは今、子育ても困難な時代と言われてるんですけど、はい、昔とまた問題が変わってきましたね。本当に変わってきてる、あ、ね、なんかいろいろとやりづらくなってる面が増えてる感じ。子供たちも大変だと思います。そう、うん、今の子供たちも、うん、親も、うんうん、どこからか入ってくるかわからないんだけどね、はい、いろんな情報が出てくるし、うん、だから子供たちにはっきりと教えてあげる人がいない。正しいものを選ぶ、うん、この選択する目をね、うん、私たちがちゃんと提供しないといけないですね。だからあまりにもね、僕の私たちが子供たちが小学校の時だった、うん、クラスの半分ぐらいもシングルマーザー、はい、半分近くが、はい、お父さんたちは離婚しないのって言われたのよ。え、あ、そんな会話をするんだ子供たち、びっくりしますよ、うん、え、お父さんはね、あなたのこと大事だしお母さんも愛してるから、うん、そのことはできないって、本当にその声を聞いた時にびっくりしました。うん、衝撃的ですね。うん、だから本当に家庭が大切であるということを本当にこの改めてね、知ってほしいんですね。で、結婚することもね偶然じゃないんだと。ね、神様が出会わせてくださった、うん、この二人ね、はい、父と母を離れてもう独立しては結婚するんだ、うん、楽しい、ね、そうやってスタートするんだけど、はい、最初いいんだけどどんどん離れていくようなね、それはそこにさっき言った三つ寄りの糸ね、はい、神様がいないとどんどん離れていっちゃうの、うん、私プライベートでしょとか言っちゃう。プライベートないよ、うん、もう覚悟しよ、そうしないとどんどん離れていくでしょ、うん、うん、だからそこに共通の、うん、価値観、はい、同じ神様を礼拝する持つということが大切ですね、はい、なるほど、はいはい、曲ありますか。はい、はい、では曲名お願いします。はい、ハロウィンってあれ、人間を捧げたの。人間を、うん、ハロウィンのでも多分あ意味を知らずにっていう人が多いですよね。多分怖いですよ、ハイドであるの。それをお祝いしてるんですか、ね、うん、実際は 何のために人間を捧げたんですか。クリスマスと相反するものだから、悪霊の働きをお祝いする意味もわからんで、ただコスプレを楽しんでるように見えるけど、はい、ですよね、なんか本当にもう異常ですよ、うんうん、最近ですよね、こんなに、うん、あ、なんかね、盛んになってきたのは
広まったというか、なんか公にコスプレを楽しんでるのがなんかこうゾンビだったりとか、はい、そのいいものよりも恐ろしいもの、うん、ラベルストから出したら、私の電話番号が出てくる。だから、さっきのところで、最初話した、あの神様の話したところで、仏壇も焼いたんですよって言って、って言ってました。130年前なかったんだから、別になくてもいいでしょ。ラベルスっていうのは守教会が守りに入っている、うん、そうそう、戦いなさいって神様言ってますよね、うん、そうそう、戦いなさい、悪いものを盗んで奪い取って殺すって、うん、10秒前ですね。はい、愛妻教会デビルの、担当のハンサムイです。ハンサムイさん。
はい、今日はね、今日もまた偶像礼拝について、はい、悪魔について話してます。なぜか、なぜ2回に続けてね、3回目かな非常にこれでね、苦しんでる人がいっぱいいるんです。もう本当にもう多いんですね、うん、自分でもどうしようもない、もういつの間にかね引きこもりになるとか、もう本当に多いです。で、教会ではですね、ですから悪魔払いって言ってね、厄払いとかよく言うでしょ、はい、実際に本当にもう苦しんでる人、ぜひ教会に来てほしいと思いますね。私たちの心が病んだらとかね、はい、私たちの心が壊れたらどこに行ったらいいのっていうことなんです。実際に病院に行ってもお薬をたくさんいただいてね、はい、なんか治療してるように見えるけど実際に治った方、うん、本当に少ないんです。だから神様治してちょうだい、誠の神様、イエス様、そのようにね求めてきてほしいんですね、はい、なぜかといったらやっぱり私たちの心を作られた方は神様ですからね。そうですね、うん、うん、その方が治してくださる。ね、今回8月はお盆があったね、最大の頃もう沖縄の偶像の礼拝の祭りで、9月に世界的な、はい、何でしたっけ、10月ですね、10月にある、はい、来月にハロウィンがありますね、はい、ハロウィンって何ね、ハロー、ハロー、ハロウィン、勝利ハロウィン、ハロウィンパーティーってなんか最近盛んに行われてますよ、うん、毎年のようにね、ハワイなんかも大変なんだとみたいね。あ、そうなんですね、もう仮装パーティーですよね、うん、今ね、だんだん毎年毎年なんか激しくなってるというか、うん、ね、盛り上がりがすごいですよね。盛り上がりがすごいですよね。で、これはですね、実際に私たちの教会に来てくださった、うん、ジョン・ラミレス氏が、はい、彼はもともと悪魔崇拝者で、とにかく、まあ、超自然じゃないけど、うん、悪の力を借りてね飛び回るのよ、幽体離脱、うん、それぐらいできた男で、とにかく我々を攻撃する、はい、ね、だから悪魔は存在するんですよということを私たちにはっきり教えてくださったんですね。で、10月にハロウィンが行われる。このハロウィンはみんなわからないでやってるところに怖いところがあるんですね、うん、ハロウィンに行くたびにおかしくなっていくんです。なぜかというと、ハロウィンのスタートは人を殺して捧げたところから始まってるんですね、うん、その原点を知らないんで、みんな捧げ、そういったパーティーに参加してる。ただコスプレの祭りとか持ってるけど、そうじゃない、はい、表向きは楽しいと、うん、見えますからね、うん、なんかもうそういうイメージがつきそうな感じがしますね、うん、ね、はい、でも私の勝手でしょうという人いるかもしれない、うん、でも代償は大きいよ。目に見えない敵があなたの心を傷つけて、それは本当に最初は全然わからない、うん、どんどんこの深い穴の中に陥るようなね、状態に生かす。自分ではもう今までできたことができなくなる、悪魔を拝むことは本当にこの悪のパワーが働いたりする、はい、で、俺はパワーがあるとか言い出したりする人もいるんですよ、中には。じゃあどっちが本物か勝負しようとか言ったりもするんですけどね、彼は本当にそういったのと勝負したんです。もちろん誠の神様が勝つのは決まってるんですね、はい、で、警告しているのは安易にそういったパーティーを子どもたちにさせないでくださいということです。子どもたちを守らないといけない。それよりはまだ家庭でね、
主の食事したり、そして日曜日には誠の神様を礼拝しに行く、はい、教会なんて嫌だとかね、うん、行ったこともない人よく言うんですよ。食わず嫌いにならないで、うん、ね、うなぎは美味しくないって言いながら食べてみたら美味しかったっていうのを40年間食べないで損した人がいたよ。美味しいのに。そう、だから教会も同じ、行ってみたらなかなかいいな、うん、私も最初行った時衝撃的でしたよ。本当にこの、え、なんだこの人たちの優しい目はとかね、いやびっくりしました。それまで闇の、はい、闇の勢力の中にいましたから本当にね、その経験があってからの、うん、もう自分勝手な生活ほど惨めなものはないんです。はい、うん、だって自分が当てにならないのに、自分を、うん、自分しかいないんだから、結局自分が当てにならなかった時にも何もできなくなっちゃう。そうですね、そう考えると、うん、だから、神様を知るということは本当に素晴らしいことなんです、はい、でイエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは本当に素晴らしいことなんですね、うん、永遠の命、永遠の天国の約束があるんです。で聖書の言葉にね、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできません。つまり、うん、父の身元というのは天のお家ね、はい、そこに行くことはできないよということを言っています。うん、人は死んで終わりじゃないね。お家もほら、人のお家行ったら、はい、入っていいですかって許可が必要でしょ。うん、イエス・キリストの許可がないと入れないわけ。あ、だからパスポートというでしょ。そうそう、はい、信じるだけでいいんです、うん、何も大金を積んでから来なさいじゃないんですよね、はい、また難行苦行してくれたらでもないんです。そう、修行もない、はい、そう考えると、うん、なんでね、一人ご十字架にかける神様ですからね、うん、私たちを愛してくださるあまりね、一人子を地上に送った、うん、少女マリアからイエス・キリストが生まれた、はい、そこでみんな文句言うわけよ。少女から人間が生まれるわけないだろう、うん、いや神様だからできるんです そこからイエス・キリストが誕生した、はい、で世界でお祝いされるでしょ。ね、クリスマス、はい、クリスマスがありますね、うん、クリスチャンじゃなくてもみんなお祝いするね。やりますね。意味わからんけどみんなお祝いしてる。あ、確かにね、誰かで構わずそうそう、だからイエス様の誕生日なんだよっていうことをね、皆さんね、知ってほしいですね。だから逆にこのハロウィンをお祝いするということは悪魔を褒めることだから、悪魔が余計働きやすくなるわけよ。あ、だからぜひね、今からもうあちこちにこのコスプレ出てきますけど、はい、ぜひ気をつけてね、子供たちその場所に行かさないでほしい、はい、そのように、それよりそのコスプレ買うよりはケーキでも買って家族でね、食べた方がもっといいと思います。だんだん時間を過ごす、うん、で 10月にそれがあるわけね。そうなんですよね、うん、最後の日にね、うん、はあ、ですね。だからこの本当にカルトっていうのは最初から陰気臭いとかあんなもんじゃないんですよね、はい、最初はいかにもいい顔してくる。うーん、しかし中身は本当にこの人を呪う、呪いにかける、うん、そのような、悪の働きなんで、ぜひね気をつけてください。はい、来週から荒垣局長は来られるんでしょうか。はい、帰ってきますね、戻ってくるんです、はい、戻ってきます ね、はい、10日になると思います。10日ね、はい、うん、
選挙の結果が気になりますね。そうですね。そしたら本当ですね。だから子どもたちがですね、はい、世界で本当にこの虐待、されて、しかもこの衰えないんですね、この虐待殺されて、はい、いるにもかかわらず虐待を止められない、うん、でどんどんこれがエスカレートしていく。本来私たちはあの親子の関係ね、はい、神様が与えた命の大切さをこの電波とかね、最近のマスコミによって本当に冷えてきてるよね、うん、分断されてる。家族がいるのは当たり前なんだよ、はい、だからあの長生きしたら目をかけるとか変な話が出てくる。ああ聞きますね、よく聞くよね、はい、でもイスラエルでは違うんだよ、うん、毎週家族の日があるの、うん、まあ、言われは別としてもね、うん、で家族の絆って本当に大事だと思います。だから神様がねそれを教えてくださるんです、はい、教会はもちろんあの神の言葉を教えるところです。教えます。で、神を賛美します。そして神の家族っていうあの役目もあるんですね。あそう、お互いに悩みをね聞いてくださる人、はいはい、また、おしゃべりできる人とかね、うん、今ほらもう孤独の人いっぱいいるでしょ、ね、孤独の人がね本当ですよ。でもあの見える孤独と、うん、あのみんなの輪の中にいても、うん、寂しさを感じるっていうのも多くないですかね。あると思います、うん、その中でね本当に心を打ち解けて話せる人がいないだったりね、うんだからあの誠の神様イエスキリストを信じるということは素晴らしいことなんですよ ね、 そうですね。一人じゃな い、うん、そう私はあなたを見捨てて孤児とはしない、うん、ね、見言葉にあるようにだから お休み前にもお話ができるんですよ、はい、うん、あの怖い夢見ないように、はい、ね、うん、助けてください。イエス様ってこのようなお祈りをね子どもたちによくした覚えがありますね。だからインプットするっていうこと、私たちの耳から入るもの目から入るものっていうのは本当に大切です。ですから毎週日曜日に牧師先生のメッセージを聞くね、またミュージックもゴスペルのね神様の賛美を聞く、賛美で癒された人もたくさんいるんです。心がね、はい、本当にね、あれ不思議ね、不思議ですよね。うわ、なんか泣く気はないのにもう涙が出てしょうがなかったり、もうありますよ、何度も何度も自然と心が響くみたいな感じですか、うん、表現かな。なんで こんなにしてくださるの、こんな私になんでこんなにしてくださるのって思うぐらいにしてくださる神様です。はい、はい、ということで残り2分になってまいりましたが、はい、2分になりました、はい、はい、お祈りをですから皆さん、あなたは大切な神様の作品です。悪魔の手から守られるようにお祈りを捧げます。天の父なる神様、一人子イエスを十字架にかけたほどに私たちを愛してくださった天の父を感謝します。すべての人が神様のもとに立ち返りますように、そしてこの地で幸せな人生を送ることができますように助けてください。そして私たちは生きてこの世を離れる人はいません。死んでも魂は永遠に生きます。永遠の天国、
その約束が与えられていることを感謝いたします。誰一人滅びに行く、地獄に行くような人生を送らさせないでください。主をお願いいたします。ラジオを聴きの皆様の上に神様の祝福、恵みが豊かにありますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。アーメン。ありがとうございました。はい。